はいどうも、皆さんこんにちは。ドラクエ解説チャンネルのシャマと申します。今回はドラゴンクエスト3全職業解説勇者戦士武闘家編ということで、これら3つの職業の強みや具体的な育成方法、おすすめの性格などを紹介解説していきたいと思います。他の職業に関しては今後動画で取り上げていきますので、興味のある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本編いってみましょう。まずは勇者から紹介解説していきたいと思います。ドラクエ3における勇者は主人公のみがなれる特別な職業となっています。他の作品では様々な職業を極めることで最終的に勇者に転職できたりするんですが、ドラクエ3の勇者は天性のものとなっていて特別感がうかがえますね。また勇者から他の職業への転職もできなくなっています。それでは早速ステータス特徴から見ていきましょう。力や体力の成長率が高く、その分素早さが少し上がりづらいといった感じです。特徴的にはこの後解説する戦士に似たようなステータスになるんですが、加えて賢さもある程度までは伸びていきます。ドラクエ3における賢さは最大 MP と呪文の習得レベルの速さに影響します。簡単に言うと、賢さが高いほど最大 MP が高くなって呪文の習得も速くなるということです。そして勇者は賢さも伸びていくことから、戦士に比べて力や体力が劣る、武闘家よりも素早さが劣るというところはありつつも、呪文という面では勝っているというのが勇者のステータス特性となっています。それでは習得呪文について見ていきましょう。攻撃、回復、探索と幅広く多くの呪文を習得します。特に序盤のホイミやギラなどは使い勝手が良く、これと薬草を持たせるだけで僧侶などの回復薬がいなくてもダーマ神殿ぐらいまでは十分攻略可能なほど汎用性を持っています。最終的にはベホマやギガデイン、ベホマズンといった強力な呪文も習得するため、ボス戦においても十分活躍するでしょう。蘇生はザオリクまで覚えず、ザオラル止まりなのが少し残念ですね。また装備に関しても専用のものが多く、勇者ならではの強力な武具が用意されています。専用装備の王者の剣や勇者の盾などがアレフガルドで手に入るため優秀ですね。道中も鋼の鞭だったり稲妻の剣といった武器も装備できるため、アタッカー性能がやはり高くなっていきます。次に勇者のおすすめの性格を紹介していきます。まずはセクシーギャル。言わずもがなドラクエ3における最強の性格パターンの一つなんですが、ステータスにマイナス補正がなくバランスよく成長していきます。力や体力などの前衛的な部分の伸びはそこまで高くはないんですが、その分勇者の強みである賢さと同時に成長させていくことができるので、より万能的な性能のキャラクターに育て上げることができます。また勇者自身の装備も優秀なものが多く、体力の高さから低い素早さをカバーできていると思います。通常攻撃と呪文を生かしたオールラウンド型で安定的に攻略をしたい方はセクシーギャルをおすすめします。ただし勇者自身の特徴を生かしきった性格ではないので、より特化させたいという方はタフガイをおすすめします。勇者の特徴である力と体力を効率的に伸ばすことができて、より前に出ることのできる性能へと成長させられます。かなり戦士寄りのステータスにはなるんですが、道中で鋼の鞭による強力な複数攻撃でサクサク進めたりなどが可能で、かつ HP も伸ばすことができるので事故も防ぐことができます。よりスピーディーな攻略を求める方にはぜひタフガイを選択してほしいなと思います。ただこの最初の性格診断でタフガイにするためには、岩を40回運ぶことでタフガイになるんですが、この岩を40回運ぶっていうのがかなり苦行なので、その点覚悟して挑んでください。次に紹介していくのは戦士です。力や体力が高く、それ以外のステータスが低いという分かりやすい性能をしています。故にやることもシンプルで、強力な装備を身につけて敵を殴るが基本行動なため、初心者でも分かりやすく使いやすい職業と言えるでしょう。それでは詳しいステータス特徴の方を解説していきます。先ほどお話しした通り、力や体力が大きく伸びるため、パーティーの壁役としての役割が基本となります。他の職業と比べてレベルアップも早く、レベル40後半ぐらいまでは力もぐんぐんと伸びるため、ストーリー攻略においては非常に強力な職業だと思います。また後ほど解説しますが、この職業装備できるものの種類も多いため、攻撃面防御面ともにハイスペックな性能となっています。ただ MP が全く成長しないため、ステータスが一部受け継がれる転職では、魔法使いや僧侶、賢者などの呪文を使用する職への転職はほぼ意味をなさないため、その点は注意してください。もっとも HP を伸ばした呪文キャラはどうなのと思うかもしれないんですが、それであれば正確で調整した方が全体的なスペックは高くなると思います。また素早さも低く、多くの敵に先制を取られてしまう点も注意。
ただ素早さが低いということは一概にデメリットだとは言えず、バイキルトやルカニの補助行動が終わってから攻撃できたり、高い耐久を生かした賢者の石による高校回復サポートなどもこなせるため、味方によってはメリットにもなり得ます。またこの素早さも転職時の引き継ぎを考えると、素早さを伸ばしていきたい武闘家や盗賊への転職も得策とは言えないので、戦士スタートの場合は転職がなかなか難しいものがありますね。逆に賢者などの全ての呪文を習得した状態で戦士になれば、強力な魔法戦士といった立ち位置のキャラクターに仕立て上げることもできます。それでは次に装備の解説に移っていきたいと思います。先ほどもお話しした通り、装備品は一流のものが揃っています。序盤では鉄の槍や鋼の剣、青銅の盾などの強力なものを一通り装備できて、これらがあれば船の入手ぐらいまでは余裕で戦っていきます。鋼の鞭入手後は複数攻撃による処理スピードも大幅に加速して、雑魚戦での快適さは増していく一方だと思います。中盤以降はドラゴンキラーやゾンビキラーといった強力な特攻武器も登場し、魔法の鎧や御鏡の盾、ドラゴンメールなどの耐性装備も増えていきます。ただしお金がかかるというところがデメリット、パーティーの金食い虫となることは間違いないでしょう。とはいえ魔人の斧や稲妻の剣などのタダで手に入るものもいくつかあるので、それらを活用して節約生活していくことも戦士を運用する上では重要になると思います。それではここからは戦士のおすすめの性格を解説していきます。正直戦士に関してはタフガイか豪傑の2択だと思ってます。豪傑にした場合、力が爆発的に伸びていき、序盤から圧倒的な破壊力で攻略を進めることができます。ただ個人的にはそこまで力を特化して伸ばす必要はないと思っていて、素早さが低い戦士はいくら装備が強力とはいえ圧倒的な耐久性能であるとは言えないので、体力が伸びるタフガイの方がどちらかというと強力なのかなと個人的には思ってます。圧倒的な破壊型か、受けの性能を高めた安定型か、プレイヤーの遊び方に合わせた性格を選択してあげてください。次に紹介していくのは武闘家です。東洋風のデザインで竜の文字が書かれた武闘器が特徴。女武闘家のデザインが最高だと思うのは僕だけですかね。それでは早速ステータスの方を見ていきましょう。戦士と同じ前職でありながら装備のバリエーションが少なく、その分素早さが高いといったアタッカー。力の成長率も高く、高速火力要因として活躍します。素早さが守備力に直結するドラケー3において、この武闘家の高い素早さは先制率だけではなくて耐久力もカバーしてくれるため、ドラクエシリーズ特有の武闘家は耐久が低いというところがないのが非常に優秀です。加えてレベルによって会心率が高まるといった特性も持っていて、最大で4割近くの会心率まで成長します。このことから単体火力としての要因やメタル狩りなどでも大いに活躍します。またこれらが高い素早さとの相性も抜群で、賢者などで呪文をコンプリートしてから武闘家に転職することで、圧倒的素早さと会心率によるアタッカーと高速呪文キャラという最強の職業へと育て上げることも可能となっています。 MP は成長しないので、転職前の職業でしっかりと MP 伸ばした状態での転職が望ましいですね。またレベルアップまでの必要な経験値も多いため、素早さや特性への理解、転職パターンを考慮すると戦士に比べてより上級者向けの職業と言えるかなと思います。それでは次に装備の解説をしていきたいと思います。装備のバリエーションが少ないことから、呪文やブレスへの耐性がカバーしづらいという点はネックなんですが、単純な耐久力自体は素早さが高いため問題なく戦えます。また装備が少ない分、冒険でかかるお金も戦士に比べて少ないため、その分を他のキャラクターに回すことができるのが強みですね。ただ RPG の、そしてドラクエの醍醐味でもある新しい街で装備を新調する楽しみなどが損なわれてしまうという点が個人的にはちょっとマイナスかなと思ってます。これはあくまでプレイスタイルの問題なので人それぞれだと思います。なので一旦ここは置いといてください。最終的には光のドレスが手に入って、これがブレスのダメージを軽減する効果を持っているので、かなり強固な職業へと成長することになります。最終武器は魔獣の爪で、クリア後に手に入るため裏ボス侵入戦までには確実に入手しておきたいところですね。最後に武闘家のおすすめの性格を紹介していきます。やはり一番はセクシーギャルですかね。素早さを犠牲にせずに特徴でもある力を伸ばす、かつある程度の耐久も確保するということを考えると、セクシーギャルが最も適しているかと思います。そして次におすすめなのがタフガイですね。
やはり特徴である力を大きく伸ばしていき、アタッカーとしての立ち位置をより強力なものにしたいという方におすすめします。素早さが少し下がってしまうところは難点なんですが、元々の成長率が高いため、結果的にパーティーの中では高い素早さをキープすることができ、その上でセクシーギャルよりもさらに攻撃的なキャラクターへと育成させられます。そしてもう一つ、電光石火。素早さに完全特化させた性格ですね。高い素早さを圧倒的なものにして、耐久力と速攻を得意とした特徴のキャラクターに育成できます。アイテムを持たせたり、バイキルトなどのサポートが先に行えるという点や、高い会心率を生かし、確実に先制で効果力を叩き込めるといった強みがあるんですが、少し過剰な素早さでもあるので、より特徴的な特化型の武闘家で遊んでみたいという方にはおすすめです。はい、というわけで今回はドラクエ3の職業解説、勇者戦士武闘家編をお送りいたしました。今後は呪文キャラなどもどんどん解説していきますので、そちらもお楽しみに。ここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もドラクエや FF といったスクエニの名作 RPG の解説や考察を動画にしてアップしていきます。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。